はい、ということで今回は決勝の様子をお届けします。前回ドライバーズパレードを見た後、我々は決勝を見るために移動し始めたんですが、移動の最中雨が降ってきちゃいましたね。決勝は S 字コーナーで撮影することにしました。雨が強くなってきました。すごい静かだった。あとホンダジェット、ホンダジェット静かだったよね。そう、静かすぎてどこ飛んでるか分からなかった。まさかね、この時点ではね、赤旗であんなに長い集団が挟まるとは思わなかった。思わなかった。でも確かにすごい水しぶきだな、視界悪いんだろうなと思いながら見てたけど、まさかね。ね、やっぱり雨だからね、第一コーナーで何か起きるだろうなとは思ってはいたけどね、うんうん、やっぱり水しぶきがあるとさ、うん、車の空気の流れが分かるから面白いね。そうだね。何も見えないんだろうな。これまだフォーメーションラップでちょっと間取ってるからね、うん、あれだけど、スピードもちょっと落としてるだろうし、うん、やっぱりこう迫力が出てきてるね。そうだね。ベッテル来たね。いやでも本当走れなくならなくてよかったよね。いやよかった。ああサインズが1周目でクラッシュ。結構雨降ってるもんね、こうやって見たら。いやこれもやばくなかった。ガスリーがさ、うん、バリアの看板直撃したの。そんな状況見たことなかったね。うん。あ、そっか、アルボンも止まってたのか。そうだね。視界は悪いわ、看板は飛んでくるわみたいな。危ないよ。危ない危ない。中継で誰だっけ、ストロールの
オンボード映像、うんうん、出てたけど本当何も見えなかったよね。見えなかった。途中からすごい雨強くなってきたもんね。うん、雨が強くなってきました。レース1周目で、クラッシュ等々があって赤旗中断です。 75% と 100% のポイントとかありましたけど、今は 25% かなり強くなってきました。ポイントがこう変わっていくシステムになりますので、まあ、今この状態だとまだ2周ですから、まだノーポイントレースという感じになりますかね。はい、ここから長い赤旗中断が始まりました。雨全然やみません。特に強くなったぐらいにして、もう残り時間カウントダウンも始まってて、1時間37分残り、まだレース再開のアナウンスも出てないので、かなり再開しても短いレースになりそうです。もうレンさんはトイレ行ってしまいました。ちょっとこっち側の空が明るくなってきているので、ここから小降りになってくれないかなという期待です。シート入るか、あ、ゆっくりウェーブでいいですよ。じゃあ、はい、ゆっくりウェーブでいきましょう。で、最終コーナーです。ゆっくりウェーブでお願いします。ピット入りましたかな。これが中断になる前のレンさんの写真です。いや、すごいね、この車の隊列ね。すごいね。全然見えないじゃん。見えないよ、こんなの。赤旗だな。赤旗ですね。再開に向けて動いてます。今日ここに来てよかったなって、ここに2時間これ待たされたんですけども、ここで完成してよかったなって思うのは、ヘアピンとかだと状況がなかなか分かりづらいので、このスタンド席がたくさん集まってるエリアですね。こっち側で完成してるとこの待ってる間っていうのは退屈もせず、まあ、比較的早く消費を持ったかなと思います。いい感じよ。1分前さあ、また日照の瞬間が近づいてきます。グリッドではテストが始まる。セカリストは25分、セリフィーが動き始めた。動き始めた、セリフィーが動き始めた。
可愛かったよね。ね、これ可愛かったね。うん。あったかいのかな。結構再スタートしてから再開してから暗くなってくの早かったよね。早かった。どん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 光量落ちちゃって、うん、ナイトレース見たくなってたもんね最後で。渦巻いてね、やっぱり ね後ろのルクレールやめてくれって感じだね。これよく見たらやっぱり各マシーンちょっとリアの方滑ってるよね。あ、滑ってるのか滑らせてるのか、うん、結局赤旗は2時間以上出てたのかな、中断。そうだね。でも思ったよりあっという間だったかな。赤旗中断中は私はピット裏をあの望遠で覗いてました。あ、ピット裏は見てて、あと自分の撮った写真とかちょっと見返して、ああ次どういうの撮ろうかなとか考えてたかな。でも会場の実況がすごい盛り上げてくれて、うん、それも楽しかったよね。そうだね。あとヘアピンの方に行っちゃったらやっぱ結構退屈しちゃったかもしれない、うん、現場が全然携帯電話の通信状況良くなくて、うんうん、結局ほとんどダゾーンのリアタイ視聴できなかったよね、うん、できなかった。それができたらまた多分印象違ったんだと思うけど、うんうん、でも全然ダゾーン見れなくても現場のピエールさんの実況である程度状況は分かったかな、うんうん、そして世界最高峰の F1 カーの F1 のバトルがウエストコンディションでどんなレースになるのか、グランドスタンド前に戻ってきました。マックス・フェルスタッペンから今グリーンシグナルが点灯している。さあレースがスタートになりました。水泳の中は こんだけ密集してくるのやばいね。ねえ、ちょっとミスったらさ、うん、うちらの目の前でも事故起きる可能性はあるよね。あるある。あ、結構暗いねもうね。ねえ、サハラの方も結構写真とか撮ってたんで、うん、これどうだろう、もう何歩か周回重ねた後かな。だいぶ路面の水少なくなってきてるよね。本当ね。でももう本当にナイトレースみたいに暗くなってきてて、うんうん、どうなんだろう、鈴鹿で薄暗くなったらドライバーって視界確保できてるのかな。なんだろう、でも肉眼だともうちょっと
明るいか。明るいから見えてるのは見えてるんじゃないか。うん、これだいぶ写真撮ってるからね、うんうん、結構長くあのマシンを追うようになってますあと後半ね、カメラマンエリアのカメラマンの数が減ったんだよね、少しね。あ、そうだね。だからちょっとよりカメラの触れる距離が、うんうん、大きくなって前半では撮れなかった場所まで撮れるようになりました。すごいコントロールをしてんだろうな、これマシンを。ちょっと気抜いたら滑りそうねえ。赤旗中断したらドライバーの集中力とか切れちゃいそうだよね。いや、切れちゃいそうだよね、あんなに長い時間ね、うん、またそれをちゃんと集中力。すごい複雑な形してるね、この本当だね、メルセデスのマシンって。いや、よく見たらやっぱり全然違うんだなと思った、チームごとに車の形が、うん、これはこれは角だ。いや、でもなんかすごい角だって取りやすいなと思った、うんうんうん、その走る走るコースっていうか、ね、ライン取りがすごい綺麗だったよね。綺麗だった。結晶の特徴ってありますか、写真は。あのシャッタースピードを前日よりも遅くできた、うん、おお30ぐらいだったかな、一番。あ、マジでまで挑戦してると思う。来年はだからもうちょっと遅くできるようにシャッタースピード速いのも好きだけどね。速いのも好きなんだけど、やっぱこう、うん、流してるのかっこいいじゃん。そうだね、うん。覚えてる。あ、レンさんの写真です。これもうじゃあだいぶシャッタースピード遅いんだ。遅い。やっぱ3日間通して雨とかドライとかいろいろなコンディション見れたのがすごい良かったかな。そうだね。あとこれやっぱり S 字から撮れたのは良かったね、うん、あ、良かった。だいぶ先の方から見通しいいから、うん、すごい写真も撮りやすかったし。フェルスタッペンのファンチャンピオン決まりました。生でこの子も聞きました。2時間待ったね。待ったね。待ったね。寒いわ。でもなんかアッティングだったな、やっぱり。ね。
もこの帰りは雨止んでたんだね。止んでた。決勝終わって結構すぐ止んだのかな。そうだね、うん、で駐車場着く頃にはもう完全にこんな日暮れちゃって真っ暗だったんですね。はい、雨は止んでます。やっぱり駐車場は少し混雑してたかな、前日と比べると。そうだね、この時ね、やっぱり雨の影響でマイク水入っちゃって音声が取れてなかったんですよ、うんうん、お疲れ様でしたって言ってると思います。お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでした？4日間。例えば楽しかったですね。楽しかったですね。どうでした4日間。まさか鈴鹿に4日間も来れるとは思わなかったです、ね、やっぱ決勝見たら疲れ吹ったんだね。そうだね、なんか達成感があるよね。あるある。はい、もうご覧の通り車が並んで渋滞が始まってるので、我々もすぐ車を動かしました。なんかこうカメラを濡らさないように頑張ってたから、うん、あでさ、写真撮るときやっぱシャッターを押すから袖から手出すじゃん。あ、出してたらこう袖腕、うん、伝ってさ水が入ってくるんだよね。あ、それを来年はどうにかしたい。あ、でも来年雨降るか分かんない。決勝の後の帰りは疲れがピークになってて、うん、あの途中のコンビニで、あ、そうか、そうじゃん、そう、ちょっと全然途中のコンビニでちょっとだけ休憩って言ったら、なんかすごい髪すごい長い時間寝ちゃったんだよ。全然疲れ吹っ飛んだとか言いながら疲れてんじゃんね。はい、ということで決勝が終わったんですけれども、この F1 ビログは実はまだ続きます。お、我々月曜日に帰ったんですけど、うんうん、月曜日はね、ご覧の通り空港でアストンマーチンチームとか遭遇することができたりして、ちょっとその辺も動画に撮ってますということで、次回の動画もぜひご覧ください。ありがとうございました。ありがとうございました。